はい、では行きましょう。いや、非常に盛り上がってまいりましたバトルシーン、めちゃくちゃ楽しいです。さあ、新商品買いつつ飯も食いつつ新しいノイズも倒しつつということでいきたいと思います。まずは飯を食おう。サイの新しいやつも倒さないといけないですからね。ありがとうございました。あざす。よし、はい、5人分飯食うから 100% 溜まりやすくなるんかな。そういうわけでもないのかな。渋谷の空気ね。わ、シャメ取っとるわ。センスを高める。いただきます。うめえな。アタック上がるし、HP 上がるし、好物なんや。好物ですかこれ。渋谷の空気？マジ？一回行く？うめえな。アタック上がるし、すげえな。いや、センス上げ重要なので、ちょっと上げておきたいと思います。一番まあ効率よく上がると言ってもいいのかな。いらっしゃいませ。どうも。ディフェンスアップなだけ、大したことはなさそうな。クエスト呪われアタックアップ、これはいいじゃない、これはいいじゃない。強いな、ほんでこれ、これは呪われダブルアップきたね。呪われダブルアップ、呪われて呪われて、これすごいけども、呪われ装備します。誰で行こうかな。呪われアタックアップですか。こいつ呪われて呪われてえげつないですよ。もうHP サバイブ、ええよね。これでいこうか。呪われて呪われて Y ボタンアップで、カッコがすごいですけど、もうスキャンするぞ。 OK です。で、サイを倒します。お、これは恐竜やな、多分。ちょっとやりますか、ノーマルで。やるしかないか。恐竜モチーフのやつですよね、おそらく。じゃあ、やっべえな。もう呪われてたらもう2回呪われてようが3回呪われてようが関係ないからね。もう呪われやん。もうスガリンだ、俺に任せとけ。すごい、すげえすげえ、置いとる置いとる。まあ、こういうのやったら使えるっすよね。一人 Y がいて、もう一人 Y がいるっていう状態やったら爆弾も使えるかなって感じ。 Y はやっぱりすごく大事なので、 Y の無駄遣いしたくないっていうのがあるんですよね。こういう時こそ使えるよな。こういう時こそ使える。そう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 、テンション上げてこうぜ、続けていこう。ここだ。オッケー。まあとりあえずレベル上げ、爆弾に関しては火力は下がってますけども、これはしょうがない。余裕じゃん。おーっと、新しいね、これも。何を言うと思ってる？強いで。アタック4倍出します。やるじゃん私。やるな。これがワイの。みんなが結構褒め合って戦う感じがいいですね。爆弾置いた。聞いてる聞いてる。ナイス。できればコンボ8点で打ちたい。完璧ですね。大丈夫？この調子でいきましょう。おうよ。ナイス。俺のことも忘れないで。よしよし。おい、ナギちゃんの爆弾も今ちょっと弱いので、ダメージ効率が下がってますけども、ま
徐々にバッチが育っていけばまた強くなると思いますので、ナイスー、調子いいじゃん。ちょっとこのバックダウン分でコンボが入りにくくなってます。ダンスサポートじゃん。そう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 、いいよいいよいいんだよいいんだよ、やっちゃえ。じゃあちょっとフレットのリロードを早くしようかな。まあまあだったろ。ウーファーウーマンとアルカディアというものをゲットしました。ちょっと待ってくださいね。ファッションが非常に重要やな。リブートドライブ HP が36上がるバージョンとリブートドライブ他ありましたよね。もう一個こっちの強い、こっちの強いかで、呪われをリセネいらないんで、呪われダブルアップ強いな、これこっちにしましょうか。よしで、集中だ、イージーで恐竜も倒したいですね。スキャンするぞ。あ、イージーで恐竜モチーフおらんかな。おらんな。集中だ。いないっすね。あいつレアか。これは違う。サイばっかっすね。集中だ。ちょっと探します。こちら側におるかな。スキャンするぞ。おった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 。オッケー。恐竜ハードでは倒してないので、ハードでも倒したいので、そこに1匹おるね。残しておきます。これで倒します。しかないか。じゃ。始めよう。さあ皆さん頑張って進化させてくださいよ。バッチョいけるに決まってんだろ。決まったんじゃね。頑張ったこんな感じ。グッドリズム続けていこう。グッドリズムの209 Y ここ待ちます。起動今日は先にこいつらからこいつらから行ってもらって、ここ見せてもいいじゃね。どう参考にします。おい気合入れろよ。ナイスナイスナイス。聞いてるけどやっぱタイミングが悪いっすね。爆弾はね、どうしてもタイミングが悪くなってしまうな。どう盛り上がってきた。よし、もうそうそうそう、恐竜強えな。300を大事に使っていく作戦です。タイミングバッチリ。よっしゃ、すぐ恐竜に全部ぶち込みたいですね。300をどうなるか見てみたいから、ハードで300残しとこうかな。これハード戦。おお、いや使おう。ここはレッツショータイム。ショータイム。シャー、バカが根絶やし強っ。めちゃくちゃ強い根絶やし。いける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 。おお、いけてんじゃん。まあまあかな。カメレオンの緑っぽいやつが多いかな今。順調だな。トウカちゃんもお気に入って、そう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 、ナイスです。やるじゃん私。続けていこう。ナイス。当然かな。オッケーです。まあまあだったろ。進化しろ。しない。
しない。あれ、新しいバッジもなかった？お金とかなのかな？ちょっと待ってくださいね、確認します。ここですね、これですね。あー、1000円なんですね。はい、でこれ今のやつね。はい、でこれですね。これハード倒してないですね。よし、じゃあハードいきます。で、バッジを、気持ち悪いな、これね。憧れの熱気球が、こいつでもなかったということになりますので、進化になぞわりのやつをまたやって背負わせたいんですけど、どれがあったっけ、すぐ忘れるね。これ両方やらすときゃいいか、それでいいっすね。よし、で、ここ変えて、これいくか、駆け落ちロケットか、プラグマティズムショットガン、どうしようかな、いいや。はい、ファッションで、まあいいか、これはこれでいいか。オッケー、集中だ。この辺りに恐竜が、はい、おった。2チェーンぐらいは組みます、するわ、ハードでも。3チェーン決まったな、今でかいデカブツから行ってしまった。300貯めてデカブツをぶっ飛ばすのが一番効率良かったかもしれないですね。新バッジで、新バッジばかりでここなんで、ちょっと俺らいけてんじゃん。よし、もらった、調子いいじゃん。はいよ、あんまり聞いてないな、危ないよみんな。鳥から倒すか、一人。ナイスです。一人よ一人よ一人よ、逃げて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 。そうそう、あいつ遅いですからね、ティラノは。距離取っとけば、まあ、ほぼほぼダメージは食らわない。勝手に今食らいましたけど、味方が。やってやったし、いい感じ、いけ、ナイス。誰かずっと R 止まってない、何止まってるか、ナギちゃんなんか鳴ってる、いい感じ、順調だな。ナギちゃんがなんか様子がおかしい、任せてよ。あれ、どうなった、死んだ、気絶してる、これ食われてる、なんやこれ、いないっすね、いない、ナイキさんがいない、いただき、すごい、何やってんの、オッケー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 、おいおい、盛り上がってきた、その調子に当ててく、よし、もらった、調子いいじゃん、よし、上がった上がった、やっと、うん、帰ってきた帰ってきた、ナイさん帰ってきた、正気離脱してましたね。この調子でいきましょう。おーしゃ、ナイス、オッケー。いやー、やはり時間はかかるね。まあまあ、バッジがねちょっと弱いですから、もうしょうがないですけど、ぬるい奴らだな。
音はぬるい。調子いいじゃん。そう。よし、順調だ。続けていこう。バツに刺激火力が弱いので、これぐらいで許してください。爆弾ぶっ込んだらもう2つぶっ込んだらそれだけで1000以上入るんですけどね。ほら、いかけんじゃん。まあまあだな。いいタイミングだ。あー、カメレオンおるんか。ほぼ同時にあのナギちゃんとショウカが投げとるのかわいいっすね。なんかめっちゃ爆弾っぽいっていう。ZL これどうなってんの。これなんなのこの ZL。 ゲージみたいなパーパーパーって、あれどういう効果なんすかね。ロケットビートのロケットちょっとよくわからんな。回復してんのかな。さっさと片付けんぞ。レッツショータイム。オーケー、シェー、気持ちいい。最後も爆発みたいな。任せな相棒。終わりだな。こんな感じ。まだ言ってるわ、レガスト新章のため。ブレへんねー、なぎちゃんは。あー、消化できた。調子出ないし。そうなん。何もらった？あー、アダマンタイトとかオリハルコンなんすかね。一応確認さして。倒したな、倒したはず。あー、オリハルコンですね。うんうんうん、まあいいんじゃないでしょうか。よし、食いもん食って次のエリアへ。いらっしゃいませ。またこれ食うか。とにかくセンスを上げる。センス上げます。ここだけ。これはいいんじゃない。 OKOKOK。 よしよしよし、上がってきた上がってきた。150ぐらいまであればね、ある程度の装備はもう問題なく切れるので。よし、さあスクランブル来ました。ヒカリエの方に行こうと思います。何も起こってない感じ。いらっしゃいませ。どうも。そちらいかがです。いえいえ、ちょっとお金なくなってきたんで売りたいと思います。多少結構バッジは取ってるよ多分。マッシブアタック音波、どれが、いや意外とないな。あれ、なんか思ったよりも取れてないな。お金が足りなくなるぜ、またこんなことをしていたら。これ最後の大取り。ん？最後の大取り。あ？これ知らんな。進化しない。赤いカードを2枚ずつ飛ばす。あ、これ似てるからな、この辺と一緒やと思ってたら。これ持ってなかったっすね、今までね。 Y やね。 OK。 回復系がやっぱ強いからさ、どうしてもその気になるんですよね。1個
置いときたいって気持ちが強くて。ハグハングはすぐたまるな。この深海謎ありやからちょっと置いとこうか。これもね、なんやかんやでなんか一回暑かったからさ、バッチの交換にね。うわ、フログフログ、これうーわ、これちょっと残しとくか。うわー、レイブン、これこれやね、金づるやね、これ。ありがとうございました。どうも。さあ、光絵方面に向かいます。スキャンするぞ。見た感じだと集中だ。ケンちゃんですかね、ここの新しいのは。一応一回戦います。ペンギンとマンモがおるけど、まあおそらく知ってるやつやと思いますけどね。ペンギンは新しいの着てそう、色的に。タイミング最悪。ほら、皇帝ペンギンみたいなやつ。すげえすげえすげえ、皇帝ペンギン来た。頑張ったな。戦う価値があるってことよ。これ何なのこれ、回復調べるの忘れた。ペンちゃん、ペタペタ。やるじゃん。任せない。こういうね、細いやつは効くよ。この爆弾が、爆弾がバシバシ効きますよ。回復っすね、回復してますね。ということはもうこのバッチ使うから、Y をもっと自由に使っていいってことや。これだけ回復すればワイでの回復はいらないでしょう。フレットのワイもバッチ使いましょう。他のものを。挑戦の結果ですな。椿、リン、エル、少々お待ちください。ここのワイを気まぐれランチ、じゃあレベル上げるかな、でいいかな。この辺もね、まだあるんですけど、あ、これでもいいですね。まあ、気まぐれランチ上げてからにしましょうかね。 OK、 もちろんですけどペンギン戦っていきます。ペンちゃんと一応マンモス確認はします。知り合いかそうじゃないかの確認です。邪魔者ですかな。しゃあ、これでもいいかも。ビートのああいうバッチ、ね、例えばブーストとかにしといたら、まあ他で回復しなくても気楽には戦えますよね、確実に。順調だな。完璧。やっぱちょび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 回復していきますから、やめてあげて、やめてあげて、もうすんごいすんごいからここ。やめてあげてー。じわじわ回復。誰やこら、てめえかこら。調子いいじゃん。ナイスだ。しっかり回復してますね。オッケーオッケー、食らいましたけどだいぶ。さあ次、このマンモスが、知ってるマンモスか知らないマンモスか、多分知ってるやつだと思います。あー、でも服がおるわ。オッケー、シェー、バカタレガー。硬い、殺しきれへんだ。ナイス、体力凄まじい。相当早く倒せましたけど、泣く子も黙るマインボム。
囚われの虹姫来たな。囚われの虹姫来たから、これが進化しなくても一応はやれますね。もう一回ね、チャンス、セカンドチャンスをくれました。そしてこれはまだ進化してないよね。で、駆け落ちロケットヒーリングが完了したので、ヒーリング系を置こうかな。じゃあどうしようかな。紙バッジなのよねこいつね。ちょっと待ってくださいよ。どうしようかな。L 系を置いて紙バッジを他のやつつけるか。チェーンバインド獣人2人を発生させる、面白いですね。回復力がなくなるので特大の次元爆弾、うわーすげー、爆弾ばっかになるやんけ。いやー、回復をしなくなるのは危険ではあるな。回復を一個も置かないのは危険ではある。ちょっと待ってくださいね。これはどうでしょう。あー悩ましいな。どうでしょうね、うん、いやめちゃくちゃ悩ましいですね。ちょっと回復はしとこうか。OK、 これでいきます。で、今ノーマルなのでイージーにして、集中だ。ペンギンとマンモスいれば、マンモスもやりたい。マンモスに、くっついてる可能性が非常に高いので、フグが。何が相手でも片付けるだけだ。バシバシ戦っていくよ。そしてバッチも見せてもらうぜ。結構やばい状況。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。やってやったぜ。順調だな。チェーンバインド、おもろいな。おもろいっすねこれね。多分すごい強いですからね、使いこなせば。ただ応答時間、チャージ時間は使うな。ナイス。こいつをバインドすれば非常に楽ですけど、バインド、ナイス。で、爆弾の餌食と、はいよー。うん、まあ、使いやすいです。非常に使いやすいバインドね。ただチャージ時間が長すぎる。もうちょっと短くならないと実用的じゃない。脳は縛れてます？縛れてない。やったし、さすがだな。ナイスです。順調です。さすが、やるじゃん。クリア。OK、 やってやったぜ。よかったしな。縛り、おー、縛れてる縛れてる縛れてる。よし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 、ゾウさん合うぞこれ。レッツショータイム。やりましょう、兄弟火力で。ほっとくと何も出ないですね。やっぱ連打、いかに連打するかですね。これは連打した回数分飛んでいってくれるから、連打した方が絶対得ってことや。 OK、連打した方がシンクロの残りゲージが減りやすいっていう感じもなかったんで、時間の間でどんだけ打てるかって感じなんで、まあやりやすいですね。開幕バインドしてこの数多いやつらで爆弾ポコン掘り込むっていうだけでもだいぶ削れますね正直。
ナイス。その調子。すえ。はい、お疲れ。いや強いっすよこのフレットのやつ。ちょっとね飛び出しスピードが遅いんですよ。それ以外は本当にほぼ完璧な。アイススラッシュ R。 OK です。ヘビースタブアルカディア、これいくか。 Y でいけるので、これもフォーチュンカード、最後の大取り、エナジーショット、まあ、どれでもいいって感じやな。神バッジを今装備できる枠が空いているので、これにしましょうか。じゃあ戻します。そしていくぞ、先を急ぎましょう。さあお待たせしました、次行きます。ようやくですね、ごめんなさいね戦闘ばかしてて。光へ前は助けが必要な人がいるはずなので、そこはやりたいと思います。おっと連絡来たよ、ビデオ配信。おっと、ツイスターズが光山へ通過中。え、今日はどんなミッションに挑戦してるんだ。実況されてる。なんだなんだ、ツイスターズノリ悪いぞ。はあ、月曜か、なんでお前。てか休み中も実況してるって本当なんだ。休み中、いやそうか、こいつスクランブルバトルの人だから休みなんや今日。喫茶店の中から。嘘でしょ。嘘やろ、街行く人を実況する以外やることない。俺と一緒やん。リアルタイムで見られてる。そうなんです、実況がなければ俺なんてゴミも同然。ゴミっていいんだ、ミッション邪魔したな、へこんでるやん。いいで実況してくれても。結構真剣に悩んでたね、かなり進んでたな。新しい趣味でも見つけてやりゃいいんじゃねえか。趣味は人生を彩ってくれます。ビートとの意見に一票ですな。光への喫茶店、あ、こいつ困ってるやつって。おう、ちょっと寄ってみる。ああそうだな、少しなら。押して押しすぎ。実況死神の悩みをまさかの喫茶店で聞くっていう、嘘でしょこれ。ああどこだろう、道路が見える窓際あたり。めっちゃ迷惑やんこれ。どうせ俺は実況以外何もできない男。いたいた、お兄さんこんにちは。お前ら俺を笑いに来たのか。ゲーム実況やれば、ほんじゃ素晴らしきこの世界なんてこともありますよ。このゲームむずいよ実況。おめえの実況みんなに嫌がられてんだろ。言った、言っちゃった。励ましてんのか、なんだか今傷ついたけど。いやしかしそれもありかもな、他の楽しみか。いいんだ、アドバイスしてやろうぜ。誰のアドバイスがいいか。新しい趣味は何がいい。こいつのノリやとビートからなんですよね。フレットも良さそうですけどね。ナギはもうオタク系言っちゃうし、ショーカはもうアドバイスようわからんから、ビートからいきましょうか。ビートさんなら何がいいと思います。そんなもん体動かすのが一番に決まってる。筋トレしかねえだろ、見た目通り期待を裏切らないアドバイス。ああいいよ、なるほど、実況も役立つ趣味というわけか。しかもいつでもどこででもできる。それも実況に似てるな。うん、いいかも。お、適当に走ってりゃいいだろう。え、ちょっと雑じゃない。でもまあやることのヒントをくれたわけだし、やった、成功した。お、途中で諦めんなよ。結局実況のための趣味になってる。はい、これいいんや、誰でも解決しそうやねこれは。よし、更新されました。ちょっと確認してみましょう。実況死神、実況死神いた。サウンドサーフで上昇する、シンクロの上昇値がアップする。あー、これってもしかして、もしかしてこれはあれなのかな、ビートを選んだからなのかもしれないですね。可能性はあるよな。
可能性はあると思う。サイドゴアブーツ、いらっしゃいませ。悩み解決はしましたし、もう一個買っとこう。ありがとうございました。クリームも食っときます。いらっしゃいませ。どうも。おおきにこれ、よし、喜んでる喜んでる。みんな結構好きそう。またどうぞ。またどうぞ。お気に入りこれ。よし行こう。さあさあ、ストリームに一回行きたいんです私はね。集中だ。もうざっくり敵は倒したと思うので。うわ、またなんか出てるわ。何これ、カキや。嘘でしょ、このまま。何これ どういうことメディテーション、どういうこと。ボタンをホールドしてる間、時間の流れを遅くする。ほう、すごいなこれ。50万、高え。また来いよ。どうも。スキャンするぞ。めちゃくちゃな値段言ってくるやん。行くぞ。まあ、貯めようと思えば貯めれますけどね、別に。ちょっと時間はかかりますね、50万は。全然やるけど楽しいし。上にメシアさんあるな。ここでも困ってる人がいるはずです。アミゴアミガ、気持ち悪いな、気色悪いやつやな。俺の嫌いなやつ似てますね、こいつ。ありがとうございました。オッケー。ちょっと待って、初めて来たから楽しみたいね。集中だ。豚、どっか豚の音したな。行くぞ。おーい、どっからでもかかってきな。気にしてなかったっすけどね、もう豚全然。ちょっと豚の音したな今。まずはでも困り人を探しましょう。新しいやつじゃないっすよね。調子いいじゃん。必要ない。いい感じ。適当に倒しましょう。やっちゃうよ。タイミングバッチシ。いいじゃない。飛んどる。すごい。手裏剣すげえ、手裏剣すげえ。なんか全然関係ないんですけど、昔手裏剣のことシュル剣って言うようなやつおったんです。よし、この調子だ。手裏剣やんって何回も言ったけど、シュル剣シュル剣って。まあいいんですけど。ブーちゃんおった。集中だ。オッケー。うっざ、そういうこと言うな、もうあんまりうざいとか言うな、もう。ピンチはチャンスと言いますか。あー、属性や決めるぜ。うわー、倒せた。いけたんすね、たまたまやけど。次もやれる気がする。キューです、1万円ゲット。まあ、この辺もピグはもうコンプ要素ですからね、あんまり気にしなくてもいいですけど。おっと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 、ちょっと待って、先にクイモン屋も一応確認して。いらっしゃいませ。これならなんとかなるか。
カロリーギリかこれ。よし。あれまたいいじゃん。うま。多分3回注文しないといけないので、ちょっと戦わなあかんかもな。ん？ああ、デートしてんのか。今行くって決めたの、それは絶対なの？いやでもさ、海外行くとか急すぎるって。モデルの仕事はどうすんだよ。休むよ。今やりたいことはそれじゃないし。大体なんで忘れてんの？自分で考えろバカ。おお、思い出せってやつだろこれ。誕生日的なこと忘れてんのか。何か夢を、何か夢みたいなのを持ってんのか。スキャンするぞ。忘れちゃったの？相談なし決めるとか。説明、モデルに留学って必要なのか。留学をしたいのか。忘れちゃったの？集中だ。親と事務所一生懸命説得してやっと許可もらったのにすっかり忘れてんじゃん。いつきがダンス留学するからついてこいって言ったのに。なるほどなるほどなるほど。完全両思いってことで。この男性先日財布をなくした方ですな。指輪買うとか言ってなかった。あの子は彼女だったんだ。助けようや。先に彼氏から留学に誘ったことを思い出させると。うん、ダンス留学、彼女と一緒にイメージイメージ。いいよいいよいいよ、いい映画見れそうや。なかなかややこしいイメージですよ。彼女と一緒にダンス留学のイメージ、ややこしい、かなり。そう、もう腹立つな。最も苦手な、イライラするこれ。どの辺の方向かをまず当てて、そこで一回固定しないといけないんですよね。よっしゃ、なんだこれは。思い出せ。思い出すかこの絵で。大丈夫か。よし、まず一人緑になった。リマインド。ほのかと肩を並べるのはやっぱダンスの腕磨くのが一番だよな。思い切って本場のダンス学びに留学しようかな。このまず留学にあんな食いつくとはついてくるかとか思わず言っちゃった。何それ、プロポーズが恥ずかしい。これを思い出したのね。よしよしよし、思い出した。俺もしかしてほのかのこと誘ったよな、ダンス留学に。やっと思い出した。留学先っていつきと同じとこ。あそこオーディションあっただろ。日本でちゃんと受けたし受かった。すげー、よっしゃ。さすがや、好きな人についていくっていうのいいっすね。今日は原宿で買い物でしょ。よかったの？バッチリじゃん。よし、これでよかったの。イージーイージー。ほのかが更新されました。どこですかと、どこですかと。レアノイズ速度ダウン、ヤンタンポシェットがあった。ビートとフレットの組み合わせによるシンクロコンボのシンクスが一定確率でよりアップ。絶対いいな、これは。これはいいな。ニャンタンポシェットもめっちゃ気になる。良さげやな、ニャンタンポシェット。これ取りましょうか。レアノイズ速度ダウンはそこまでいらんかな。まあ追いつけなくはないですからね、別に。オッケー、ちょっとニャンタンポシェットだけ確認しましょう。特殊能力がありそうですね。 HP 満タンでアタックアップ、いいですね。いいですいいです。まあボス戦やね、呪われを外す場面でのって感じですけどね。よし、じゃあ私ここでちょっと、戦ってお腹減らして両方とも注文を3つやりたいなと思います。ちょっと店員さんの関係性を作りたいので、それをやったら次回行きます。